本日はですね、篠原先生登場でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、お帰りなさい。どうもありがとうございます。今月から、業務復帰してます。はい、この篠原先生ご紹介いたしますと、TMI P&S の執行役員なんですけれども、実はここ最近ですね、海外に留学されてたということで、中東何カ国ぐらいでしたっけ？全部で4カ国に行ってきました。具体的に言うと、ドバイですね。ドバイと、あとエジプトと、あとトルコのイスタンブールですね、はい、で最後はサウジアラビアに1週間程度法律事務所の訪問等で、お邪魔していきました。なるほど、ありがとうございます。まあ、その辺の中東の話もですね、今後いくつか動画にしていきたいなと思っているんですけれども、今日はですね、ちょっとまあ篠原先生の、弁護士人生を簡単に振り返ってもらおうかなと思いまして、動画回しております。篠原先生といえば、TMIPS だと、フォレンジックまたはサイバー保険の印象が強いんですけれども、これフォレンジックってどうしてここを専門というか領域にされていらっしゃるんですか？はい、フォレンジックとの初めての出会いは、私実は弁護士1年目の時で、どういう案件で、フォレンジックをやることになったかというと、上場企業の、会長の、経費の不正が問題になったという事案がありまして、その事案では監査法人から経費の不正の問題指摘されてますので、意見を出すためにはその状態は是正されていて、今後は同じような、経費不正はないような状態にしないと、監査法人の意見は出ないということになってしまうので、そこの調査を弊社は依頼されたというのがきっかけでした。でその案件の中で、当然不正調査をするんですけれども、メール等をですね、フォレンジックでメールをコレクションして、でメールをレビューして、でその中に証拠となるものがあったら利用してというような作業が入ってくるので、そこで初めてフォレンジックというものを見ました。なるほど。その1年目入ってすぐぐらいだと思うんですけれども、実際どんな作業をされるんですか？そうですね、これは弁護士だとよくあるんですけど、いわゆるこの不正を調査するとか、あと危機管理っていう風な案件の一つという風に言われてまして、あと具体的にやることとしては、1年目の弁護士だと、これかなり多くの会社の従業員の方であったり、役員の方だったりのヒアリングをすることになりますので、先輩の弁護士が横でヒアリングしているのを横で聞き取って、それをメモに取って、で後で、きちんと文字起こしをして、整理をして、メモを作ると。でそういったメモを元にして、最終的にはこの調査委員会としての例えばレポートを書くとかっていう作業になりますので、1年目の弁護士だと、そのレポートを書くためのメモ作りというのがもう主な作業になってきます。なるほど。結構じゃあ、なんていうんですか、言い方悪いですけど、ちょっと地味めの。そうですね、はい、はい。だからこれ実は我々の業界で言うと、キー管理で、1年目2年目 のアソシエイトがやるっていうのは、ちょっと場合によっては不人気な仕事の一つというふうに言われていまして、はい、っていうのもやっぱり1年目で入ると、さっき会計不正というふうに言いましたけれども、じゃあこの今自分がこの調べていることっていうのが、一体何なのかということがやっぱり1年目なので、よく分からずにとりあえず案件に入って、で、指示される作業といえば、法的なリサーチだとか書面作成ということではなくて、先輩の横にくっついて、特に自分から質問するそれでもなくメモをとにかく作れということになってくるので、これだから非常に嫌われている側面もあるような作業にはなってくるんですね。なるほど。じゃあ弁護士になって、こういう活躍、華々しい活躍するぞと思って入ってきて、で呼ばれて、お前メモ取れみたいな感じで、ひたすらメモを取っていくみたいな。はあ、なるほど。なんですけれども、ただ僕の場合はちょっとその案件は一緒に入った弁護士の先生というのが、厳しいというか、とてもいい方で、なぜかというと、やっぱり1年目で主に具体的にやる作業としてはメモ取りなんですけれども、ただやっぱり案件をやるときには1年目であっても、今自分がやっている作業というのが案件の全体の中で、どういう意味があるのかというのをしっかり考えるということと、私たちは1年目でしたけれども、やっぱりヒアリングが終わった後に、あなたはこの事案どう考えるのかということは必ず聞くというような先生で、必ずしもこういう先生多くはないんですけれども、なので、1年目を取りでは入りましたけども、やっぱり常に今先輩がなんでこういう質問をしたのかとか、あとなんでこういう人にヒアリングをしているのかとか、あるいはその今回の案件で肝になっているところですね、なぜ今回 の不正が指摘されるに至ったのかとか、あとそれで仮に、不正をそのままにしてしまった場合ですね、この場合に会社にどういうインパクトがあるのかというところまで含めて、やっぱり1年目の弁護士でもよく考えないといけないということがあったので、私は結構いい案件に入れたなと。でそこでやっぱりいろいろと案件で私は今そう作業している意味ですね、これについても考えるようになったので、大変ではあったんですけども、非常に充実した案件だったと、そういう形ですね、はい、なるほど。で その後も結構フォレンジックをそのままこうやっていくような流れだったんですか？
そうですね、あの1年目にそういったあの大きめ の不正会計 の事件っていうのがありましたので、まあ、当然その横で先輩があの監査法人の人とやり取りをしたりだとか、まあ、あと報告書を作っていくとか、時にはちょっとあの対象会社というか調査対象になっている会社の、まあ、役員とやり合ったりというか、そういうことが横目に見ていて、まあ、自分も年次が上がると今度はあのメモを取る側だけではなくて、まあ、ヒアリングをしたり、あとは最初にこうどういうスコープで調査をするかとか、ちょっとあの作業のレイヤーが上がっていくということで、あのまあ1年目からあのやり始めて、まあ、別件で2年目3年目とそういう不正の調査をするような案件にこう入らせていただくようなことがあって、でそうすると、まあ、そういった案件で過去にそのフォレンジック の, あのベンダーとやり取りをしたことがあるだとか、まあ、実際にまあコレクションしてどういうふうにレビューをしていくかという方針を立てるとか、まあ、そういったことをあの経験を積んでいくようになりましたので、あの TMIPS が始まる前の段階で、まあ、私はあのフォレンジック の, あの業務というのはあの結構やっていた状態になるということでした。なるほど、分かりました。で今、まあ、TMI プライバシー&セキュリティコンサルティングのこのメインの事業の一つに、まあ、フォレンジックがあると思うんですけれども、その今までの先生の、まあ、弁護士としてのこれまでのフォレンジック業務、このあたりがどう TMI P&S に生かされているか、このあたり伺えてもよろしいでしょうか。まあ、この、不正調査の中であのフォレンジックのベンダーを使うときに我々弁護士としての役割というのは、まあ、最後には事実認定をして報告書を書いてということをやりますので、まあ、その事実認定をする過程でどういった証拠ですね、例えばメールとかあとはデータとかということになりますけれども、これをまあコレクションしてくるかと、あとはそうどういった関係者ですね、関係者のうち、まあ、誰があの重要なキーパーソンであって、で誰 の, あのそういった持っている使っている機器を、まあ、どれぐらい の, あの対象期間であのコレクションするかとか、まあ、そういったあのことの指示をあのずっとしてきて、でフォレンジックベンダーからあのデータをもらってということをやっていました。でこれがあのTMIPS ができてですね、フォレンジック事業で今あのビジネス化しているわけなんですけれども、まあ、この今まではある種あの外部の業者にやってもらっていたようなものをあの TMIPS としてあの自分でまあできるようにあのしていくっていうのが今回の TMIPS のフォレンジック事業なんですけれども、まあ、私当然不正調査の時にあの、まあ、今回の調査ではまず何が問題になっているのか、会計不正なのか、まあ、法令違反なのかどうかっていうところですけれども、まあ、そのあたりをあのまあ、理解してやっていたというのはありますので、あのそういった時にどういう情報が必要なのか、どういう案件ではどういう情報が必要なのかとか、そういったあの知識はあのもう過去の案件で分かっていましたので、まあ、今度、TMIPS として、事業の中に取り込んでいるフォレンジックの業務の中で、まあ、どういった情報を集めていけないかとかっていうところと、あとはその技術的にあのどういった情報を集めることが可能かっていうところまであの今回 PS ではカバーしてますので、まあ、そういった法的に必要な側面というものと、あと技術的にどこまでできるのかというところをワンストップで、まあ、お客さんに、まあ、提供できるようにしていくと、今あのそういった取り組みをあの頑張ってやっているところになります。なるほど、ありがとうございます。というわけで、帰ってきた、篠原先生にまずはですね、フォレンジックと篠原先生の歴史ということで伺いましたが、また別の動画でぜひ中東の話、それから PS の事業の話ですね、はい、引き続きよろしくお願いします。本日はありがとうございました。